ダンです。今日はですね、老けたくなければ仕事を変えろ、老化の意外な原因ということで、一般的に言われてるですね、老け込む、要は老けて見えるっていうですね、その老化の原因以外のものをですね、ちょっとお話してみたいと思います。僕も、数ヶ月前まで知らなくてですね、結構驚いた事実なんですけれども、一般的にですね、老化させる原因っていうのはいろいろその身体面で見られることが多いですよね。一番はやっぱり紫外線だと思います。紫外線っていうのは、日本だとですね、5月ぐらいにですね、実はまだ一番暑くなる8月とかよりもですね、紫外線が強かったりすると。で、曇りの日にも紫外線は、もちろん届いていて、で、しかもですね、その部屋にももちろん入ってきてると、窓からですね。なので、老化の、対策として紫外線というのはすごく重要だと。あとはですね、もちろん食べ物ですね、インナービューティー、その内側からの、美しさというような話も、インナーヘルスって話もよく最近されますけれども、内側ですね、水とか食べ物、人間は6割から7割、水分で、あとはですね、タンパク質がすごく大きくてですね、それ以外の栄養素ですよね。当然そういったですね、水やタンパク質とかですね、そのよ、占める割合の多いものから質のいいものに変えていくということも重要ですよね。あとはですね、やっぱりストレスのかからないというところなんですけども、今回話したいのはですね、この、外側のその、物理的な、要因以外のですね、そのストレスにちょっと関係するんですけれども、実はですね、見た目を老化させる仕事っていうのがあるんですよね。で、結論から言うと、自分で決める、要素がですね、少ない仕事ですね。決められる裁量っていうふうに言いますけれども、自分で決めるですね、割合の少ない仕事っていうのは老化させる、ストレスを過度に感じてですね、見た目を老けさせるっていうふうにあるんですよね。言われているんですよね。で、やっぱりですね、僕も独立してだいぶ経つんですけれども、フリーの人、あと経営者の方ですよね、自分で事業やってる方っていうのは若い人が多いんですよね、見た目。これはですね、なぜかっていうと、もちろんですね、自分で決めるってことは責任もあるんですけれども、裁量、自分で決められる幅がものすごく大きいというか、ほとんど自分で決めるんですよね。なので、これがですね、実は見た目の若さに直結してるっていうふうに、いう研究データが出てます。で、僕、これ仕事の話がちょっとそれるんですけれども、海外移住者の人ですね、はですね、長く住んでる人ですね、ちょっとワーホリで行ってるとかそういうレベルじゃなくて、もう移住して、しっかりな現地に溶け込んで、楽しく暮らしている人っていうのはですね、やっぱり見た目若いんですよね。これは日本の、特有のですね、人間関係のストレス、監視社会、他人が関わってくる、監視するっていうですね、独特のその日本文化から離れてる、あと日本のしがらみですね、面倒くさいしがらみから離れてるっていうのもあると思うんですけども、やっぱりですね、海外移住者はですね、10歳ぐらいは見た目若い人が多かったりします。なので、今回のですね、その裁量の幅、仕事の自分で決められる幅が広いというのにもちょっと関係するかなと思ってお話したんですけども、海外移住者もですね、すごく若く見られる、そして若くいられるので、海外への移住とかですね、2拠点、日本との2拠点生活というのをお勧めしてるんですけども、仕事の話に戻ると、やはりですね、コントロールベネフィットっていうんですけれども、自分でですね、コントロールを、しているというようなですね、感覚の、ある人っていうのは人生に幸福度も感じやすいですし、意外なことにですね、見た目も若くいられるっていうことなんですよね。このコントロールベネフィットっていうのをですね、高めていくっていうのが、その、いつまでも若く健康でいるための、一つの要素なのかなというふうに思います。見た目が老け込む仕事の特徴ですね。やっぱり、単純作業とか流れ作業っていうのは典型かなというふうに思います。自分で決められないですよね。もう言われたことを淡々とやるっていうことですよね。トラックドライバーもですね、顔の半分右側、いつも日がよく当たるっていうですね、場所が、顔の半分があって、右半分だけ異常に老け込んでたっていうような、実際の例もあって、これはやっぱり UV とか、紫外線っていうのはあると思うんですけれども、例えばトラックドライバーもですね、自分で、ルートとか決められるとは思うんですけども、流れ作業というかですね、決められたことをやらなければいけないですよね。やっぱりこれも単純作業に入るのかなと。
裁量の自分で決められる幅が少ない、ゆえに、老け込みやすいということですよね。なので、まあ、やっぱりですね、自分で決められる幅を広げていく、まあ、みんなフリーになるとは言わないんですけれども、例えばですね、仕事以外の時間で副業をして、その部分はですね、自分で全部決められるものにするとかですね、そこで稼げる収入の割合を広げていくというようなことで、いずれは独立するというようなですね、流れを作っていくというのも可能かなというふうに思います。ですので、まあ、見た目を老けさせるですね、特徴として自分で決められる幅の少ない仕事というのが実際に、データとしても証明されているんだということを知った上でですね、時間と、場所、まあ、あと経済力の自由ですね、人間関係の自由というのを獲得するために僕もサポートしていきたいと思います。ということで、海外と日本と二拠点生活、あとは海外のクローズの投資案件ですね、身内だけに紹介している投資案件とかですね、まあ、そういったものに興味あれば、下にある説明欄の方から無料のメールマガジン公式 LINE 登録いただいて、お気軽にご相談いただければと思います。いつもありがとうございます。